偉い人には歯向かわずに、人形町へは向かわずに、石橋叩いて渡る俺ら、コアラが死んでるオーストラリア、山びこに乗って行った雪国、発葉と100度の熱病発症、千代には届かぬ物語、 RIP 川端康成、自己犠牲が正義だと言うならば悪と呼ばれても構わない、綺麗事じゃ仕事にならない、期限切れの生ゴミは廃棄、ラップは好きだがコーラは飲めない、そうなりたくない、こうありたい、過去のせいにして可能性消したあいつはラップを聞いてるか、伊豆の踊り子の虜になった、座布団ひっくり返す美学、わびさびはどこで買えますか、床の間が消える和室、伊豆の踊り子の虜になった、座布団ひっくり返す美学、わびさびはどこで買えますか、床の間が消える和室、偉い人には歯向かわずに、人形町へは向かわずに、石橋叩いて渡る俺ら、コアラが死んでるオーストラリア、山びこに乗って行った雪国、発葉と100度の熱病発症、千代には届かぬ物語、 RIP 川端康成、自己犠牲が正義だと言うならば悪と呼ばれても構わない、綺麗事じゃ仕事にならない、期限切れの生ゴミは廃棄、ラップは好きだがコーラは飲めない、そうなりたくない、こうありたい、過去のせいにして可能性消したあいつはラップを聞いてるか、伊豆の踊り子の虜になった、座布団ひっくり返す美学、わびさびはどこで買えますか、床の間が消える和室、伊豆の踊り子の虜になった、座布団ひっくり返す美学、わびさびはどこで買えますか、床の間が消える和室。